しかもこれダミー本じゃないからね、ちゃんと買ってるから。これね、宣伝でねダミー本っていうのがねたまにあるんですよ。どういうことかというと、あの販売前に表紙だけ出来上がってますっていう状態で、で宣伝してくださいっていう場合、表紙だけで中身が違う本の場合があります。うちの父親は俺のあの2冊目の本のダミー本を読んで、なるほどなるほどってなんか納得してたから。